こんにちは。歌舞伎町で一番サバゲーがうまいスザンヌ美咲です。今回はサバゲーが上達する筋肉トレーニングということで、下半身を中心とした筋肉トレーニングをご紹介いたします。それでは私と一緒にやってみましょう。 Let's try。 はい、それでは今からトレーニングを始めていきます。最初はこれです。エアソフターズスクワット。こんな感じで片足重心でエアガンを構えたままスクワットをします。腰がきつい人はあんまり無理せず、靴下は履かない方が本当はいいです。靴下履くと結構滑りやすいので、これは右構えで狙った状態でバリケードから薄く体を出した状態で上から下から狙いを定めたまま立ったりしゃがんだりっていう練習ですね。インドアサバゲーの前はめちゃくちゃ使う動きかなと思います。右利きの方はね、右がよく使うと思いますが、左側慣れてないと思うので左側も重点的に練習していきましょう。だいぶ膝がきついと思いますけども、頑張っていきましょう。横から見た時はこんな感じ、後ろからはこんな感じですね。わざと回ってますけど、回る必要は一切ありません。絵的に前から横から撮りたかったから回ってるだけです。回らなくていいですからね。はい、的があると的を狙いながらっていうのでもいいですね。あ、滑ってますね足が。終わりました。きつかったですね。次はエアソフターズツイストをやっていきます。これはバリケードに隠れた状態から体だけ出して打つという動きの練習ですね。この時なるべく銃口が水平に横に移動するように意識してみてください。狙いを定めたまま横にスライドって感じですね。腰が弱い方はゆっくりやった方がいいかなと思います。はい、次は反対側になります。ちょっと顔にぶつけましたね今。はい、左側も同じように水平に銃口を動かすようなイメージで体をひねってツイストします。銃口が平行に横に移動するように意識してください。この時目の前に鏡や姿見があるとなおいいかなと思います。なるべく中腰でやって下半身が安定するようにしてみてください。はい、次はエアガンサバゲーでかなり使うクイックピークのトレーニングです。銃口を下に下げて首から上だけを動かします。首に負担がかかりすぎないように事前にストレッチした後にやっておいた方がいいかなと思います。首を寝違えたり痛めたりしないようにお気をつけください。次は反対側にエアガンを構え直します。銃口を下げてバリケードから覗き見って感じです。首の筋肉を鍛えておきましょう。次は体を45度に倒して膝を軽く曲げてエアガンをお腹につけるように引きます。この時に背中の肩甲骨同士がつくようなイメージでエアガンをお腹に引き寄せます。手を前に伸ばした時は思いっきり前に伸ばして、手を引く時は肩甲骨をくっつけるようなイメージです。回る必要はありませんけれども
前からと横からと後ろからを見せるためにわざと回っております。実際にトレーニングするときは回らなくていいですからね。はい、次はエアガンをとっさに構えるときの練習でございます。グリップに手を当ててもいいんですけど、これはわざと外してます。なぜかというと、右手ではなく左手の力で持ち上げるというイメージでやってほしいからですね。はい、ピースをする必要はありません。回る必要もありませんけども、見える位置をちょっと変えてるだけですね。反対側です。ストックを左の肩に上げて右手で持ち上げます。左手はグリップに添えてもいいんだけど、これはわざと添えてません。この時中腰を意識するとなお実践っぽくていいかなって思います。回る必要はないですよ。はい、次は最後です。かなり低い位置までしゃがみ込みます。これはバリケードで体を出す時に、そんなとこから出てんのって相手にびっくりするぐらいすごく低い位置で狙うという練習ですね。腰が悪い人は痛める恐れがあるのでやらない方がいいです。はい、もうこれはもう柔軟性と太ももと腹筋と背筋を使ってかなりきつい動きですね。この時も私もかなり息が上がってますけども、これはあまりやらなくてもいいんだけど、だいたいインドアフィールドで前に出た時にやると結構びっくりされます。次は反対側です。かなりちょっと画面の端っこにはみ出してて映ってないですけど、かなり低い位置から狙うという感じですね。膝をつけて低い位置から狙う、膝をつけて低い位置から狙うという感じですね。たまにこんな人いますよね、フィールドに。私だけですか？あと少しで終わりです。5、4、3、2、1。はい、お疲れ様でした。頑張りましたね。はい、いかがだったでしょうか。今回のサバゲが強くなる最強トレーニング、左の方が苦手だな、などなど気づきがあったんじゃないでしょうか。私もサバゲをまた楽しむために頑張っていきたいと思います。今後も一緒に頑張っていきましょう。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。サバオカチャンネルではサバイバルゲーム、エアガン関連グッズの紹介、ミリタリー&サバイバルなどのネタをセクシーなお姉さんことスザンヌ美咲がお届けしています。コメント欄で自由に盛り上がっていただけたら嬉しいです。また遊びに来てくださいね。